池崎祐介は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンターに所属していた元騎手。ザウの名は、諸子貫鉄。目標とする騎手は、クリストフルメールとしていた。競馬学校、第23期生で、同期には、浜中俊、藤岡孝太郎がいる。2007年、美穂、池上正宏9社の所属騎手としてデビュー。同期生から一周遅れとなる3月10日に、 初起乗を果たすも、翌日に起乗停止処分を受ける。この後も起乗場,場に恵まれず、この年は71戦0勝という結果に終わり、デビューからわずか1年後に未勝利のまま、同級者を離れフリー機種へと転向となった。デビューから1年2ヶ月を経た2008年5月11日、新潟競馬場、第1レースの藤正ルビーにて初勝利を記録。 デビュー97戦目での白星を挙げる。初起乗以来平地競争のみに起乗していたが、若手騎手の負担重量得点が失われた4年目の2010年には、起乗数が大幅に減少。同年12月より、起乗数確保のため障害競争への起乗を開始した。しかし、4年目以降は、勝利に恵まれなかった。 2012年12月31日付で騎手を引退した。その後の進路は不明であり、調教助手などにはならずに競馬サークルから去った。ありがとうございます。